神宮寺勇太の驚異的な変身。病的ではなく、美しさを追求したその理由とは神宮寺勇太の新たなる挑戦。ハードなダンスレッスンがもたらした驚きの結果。2024年、神宮寺勇太が再び注目を集めることとなった。彼の最新のパフォーマンスが披露されたドームで、ファンたちは彼の劇的な変貌に驚愕した。 その顔立ちは以前とは異なり、静観で美しく、まるで別人のようだった。多くのファンは心配しつつも、彼の努力と決意を感じ取り、安心感を得た。この劇的な変化の背景には、何があったのだろうか。神宮寺が痩せた理由について、多くのファンは様々な仮説を立てた。彼が病的に痩せたのではなく、むしろ体作りやダンスの激しいレッスンの成果であると考えるものも多かった。 実際、彼は以前よりも大人びた、かっこよくなったと感じるファンが多数いた。その変化は、彼がこれから先の道を真剣に考え、努力している証拠だと多くの人々が信じていた。神宮寺は、他のメンバーである岸優太や平野翔とともに、一生懸命に活動準備に取り組んでいることが伺える。特に神宮寺は、努力の人として知られており、ハードなダンスレッスンをこなしている姿が目に浮かぶ。 病的な痩せ方ではないとわかれば多くのファンは安心しこれからの彼のパフォーマンスに期待を寄せることができる。神宮寺のスタイルやダンスはファンの間で特に高く評価されている。彼の指先からつま先まで神経が行き届いた美しいダンスは多くの人々を魅了している。彼がハイブランドのモデルとしても活動していることから体を絞ったのはその影響もあるかもしれない。彼のスタイルは キンプリ時代とは全く異なる印象を与え、ファンからは素敵だ、との声が上がっている。また、平野翔も神宮寺と同様に痩せたと感じるファンが多い。二人とも髪を切り、メイクの影響もあるかもしれないが、特にダンスや選曲の影響で少し痩せたと考える者も,もいる。彼らは毎日がレッスンで体を使っているため、自然と体が締まっているのだろう。これからのデビュー曲やパフォーマンスに向けて、 彼らががどれだけ努力しているるるかを感じ取ることができる神宮寺のファンは彼が健康であることを第一に願っている。筋トレやダンスで体を絞った結果であれば安心して応援することができる。彼の痩せた姿に対する心配は彼の努力やプロ意識の高さを知ることで和らぐ。彼のインスタグラムの投稿を見て病的ではなくむしろ健康的に痩せたと感じるファンも多い。神宮寺。 岸、平野の三人が揃った時の空気感は、ファンにとって非常に安心感を与えるものであった。彼らがデビュー曲のために一生懸命に取り組んでいる姿は、多くのファンに希望と期待を抱かせる。彼らのパフォーマンスがどのようなものになるのか、楽しみにしているファンが多いことは間違いない。特に神宮寺は、そのダンスの技術とスタイルで多くのファンを魅了している。 彼の指先からつま先まで神経が行き届いた美しい動きは多くの人々を感動させている。彼がハイブランドのモデルとしても活動していることから体を絞ったのはその影響もあるかもしれない。彼のスタイルは金プリ時代とは全く異なる印象を与えファンからは素敵だとの声が上がっている。また平野翔も神宮寺と同様に痩せたと感じるファンが多い。二人とも髪を切り、 メイクの影響もあるかもしれないが、特にダンスや選曲の影響で少し痩せたと考える者も,もいる。彼らは毎日がレッスンで体を使っているため、自然と体が締まっているのだろう。これからのデビュー曲やパフォーマンスに向けて、彼らがどれだけ努力しているかを感じ取ることができる。神宮寺のファンは、彼が健康であることを第一に願っている。筋トレやダンスで体を絞った結果であれば、 安心して応援することができる。彼の痩せた姿に対する心配は、彼の努力やプロ意識の高さを知ることで和らぐ。彼のインスタグラムの投稿を見て、病的ではなく、むしろ健康的に痩せたと感じるファンも多い。神宮寺、騎士、平野の3人が揃った時の空気感は、ファンにとって非常に安心感を与えるものであった。彼らがデビュー曲のために一生懸命に取り組んでいる姿は、 多くのファンに希望と期待を抱かせる。彼らのパフォーマンスがどのようなものになるのか楽しみにしているファンが多いことは間違いない。彼らのデビュー曲に対する期待は非常に高い。特に神宮寺のダンスは多くのファンを魅了している。その美しい動きは彼がどれだけ努力しているかを物語っている。彼がハイブランドのモデルとしても活動していることから。 体を絞ったのはその影響もあるかもしれない。彼のスタイルは金プリ時代とは全く異なる印象を与え、ファンからは素敵だ、との声が上がっている。また、平野翔も神宮寺と同様に痩せたと感じるファンが多い。二人とも髪を切り、メイクの影響もあるかもしれないが、特にダンスや選曲の影響で少し痩せたと考える者も,もいる。彼らは毎日がレッスンで体を使っているため、 自然と体が締まっているのだろう。これからのデビュー曲やパフォーマンスに向けて彼らがどれだけ努力しているかを感じ取ることができる。神宮寺のファンは彼が健康であることを第一に願っている。筋トレやダンスで体を絞った結果であれば安心して応援することができる。彼の痩せた姿に対する心配は彼の努力やプロ意識の高さを知ることで和らぐ。 彼のインスタグラムの投稿を見て、病的ではなく、むしろ健康的に痩せたと感じるファンも多い。神宮寺、騎士、平野の3人が揃った時の空気感は、ファンにとって非常に安心感を与えるものであった。彼らがデビュー曲のために一生懸命に取り組んでいる姿は、多くのファンに希望と期待を抱かせる。彼らのパフォーマンスがどのようなものになるのか、楽しみにしているファンが多いことは間違いない。 彼らのデビュー曲に対する期待は非常に高い。特に神宮寺のダンスは多くのファンを魅了している。その美しい動きは彼がどれだけ努力しているかを物語っている。彼がハイブランドのモデルとしても活動していることから体を絞ったのはその影響もあるかもしれない。彼のスタイルは金プリ時代とは全く異なる印象を与え、ファンからは素敵だ、との声が上がっている。 また、平野翔も神宮寺と同様に痩せたと感じるファンが多い。二人とも髪を切り、メイクの影響もあるかもしれないが、特にダンスや選曲の影響で少し痩せたと考える者も,もいる。彼らは毎日がレッスンで体を使っているため、自然と体が締まっているのだろう。これからのデビュー曲やパフォーマンスに向けて、彼らがどれだけ努力しているかを感じ取ることができる。神宮寺のファンは、 彼が健康であることを第一に願っている。筋トレやダンスで体を絞った結果であれば安心して応援することができる。彼の痩せた姿に対する心配は彼の努力やプロ意識の高さを知ることで和らぐ。彼のインスタグラムの投稿を見て病的ではなくむしろ健康的に痩せたと感じるファンも多い。さらに彼らのデビュー曲に対する期待は非常に高い。 特に神宮寺のダンスは多くのファンを魅了している。その美しい動きは彼がどれだけ努力しているかを物語っている。彼がハイブランドのモデルとしても活動していることから体を絞ったのはその影響もあるかもしれない。彼のスタイルは金プリ時代とは全く異なる印象を与え、ファンからは素敵だ、との声が上がっている。